クレイ T3D はクレイリサーチが初めて開発した超並列型スーパーコンピュータである。1993年に登場したものでクレイとしては初めて独自でないマイクロプロセッサをスーパーコンピュータに使用した。T3D とはトーラス3ディメンショナルを意味する。32個から2048個のプロセッシングエレメンツで構成され、 各ポリエチレンは 150MHz の DECα21064、プロセッサ1個と 16MB から 64MB の DRAM からなる。2つのポリエチレンでペアを構成し、さらに6ウェイの相互接続スイッチを加えて、濃度を構成する。スイッチのピーク帯域幅は 300MBS であり、ペアのポリエチレンを接続する以外の4ウェイで、 スイッチ間を相互接続し、全体として3次元のトーラス上のネットワーク形状となる。T3D はホストとして、クレイ Y-MP モデル E-M90 または C90 シリーズをフロントエンドに使用するよう設計されており、ユニコースオペレーティングシステムと入出力やシステムサービス機能はほぼすべてフロントエンドで動作する。各ポリエチレンで、 動作するのはユニコースマックスと呼ばれる単純なマイクロカーネルである。構成にはいくつかの種類がある。SC モデルは一つの筐体にホストである Y、MP と共存し128個または256個のポリエチレンまで構成可能である。MC モデルはホストとは別の水冷筐体を使う。MCA モデルは 小型の空冷式の複数筐体を使う。MCN モデルは別の水冷式であり、相互接続の配線を工夫することで2の、べき条項以外のポリエチレン個数でも、構成可能であった。クレイ T3DMC 筐体には、その前面に、Apple のパワーブックが埋め込まれていた。その用途は単に、液晶画面上にクレイリサーチと T3D のロゴを、アニメーション表示するためであった。 1995年には、後継のクレイ T3E にとって変わられた。ありがとうございます。